あのお、いい、いまました。はい、おはようござす。す。南相馬サイエンスラボの博士ですえ今日はじゃがいもを二重屋干し点灯から守るこういった物農薬農薬について紹介したいと思います、えー、このチャンネルは身近なものを科学するチャンネルですもし動画を見て面白いなと思ったら是非チャンネル登録もお願いします はい、サイエンスラボの畑に来ています。現在サイエンスラボの畑ではこちらにあるように麦やニンニクやほうれん草とかこちらは人参ですね小さな芽が出ていますこちらはバジルですねピザなんかに用いる予定ですこちらはかぼちゃですはいこれはとうもろこしですねそしてこちらが今日のテーマのじゃがいもです サインスラボの畑ではこのようにいろいろな野菜が育ち始めています私たちは昨年の3月にこの広大な農地を借り受けましてさまざまな野菜作りに挑戦してきています特にジャガイモというのは春の一番初めに栽培を開始するものの一つだそうです私たちは3月の28日に 地元の親子と一緒にこの畑にじゃがいもを植えましたご覧のようにもうすでに地上部が出ていまして元気に育っています一方でじゃがいもというのは二重屋干し天ンと呼ばれる害虫の被害を多く受けることでも有名です私たちも昨年度、 一番初めに手がけたものがジャガイモだったわけですがこの二重や星転倒の被害を多く受けました見つけ次第取り除いたりもしてたんですがやはりかなり得られました特に市場部がほとんど枯れてしまうようなものもあったりあるいは一生懸命回した害虫を取り除いて割と元気に育ったものなどもありましてその比較をしたところ 地上部が枯れてしまったものではほとんど、まあ、地下の芋ができていないのに対して地上部が大きく育っているものについてはかなりたくさんのじゃがいもが収穫できるということがありましたでこの二重干しテントはジャガイモの葉っぱをよく食べます、えー、他にも同じナス科の植物であるナスにも作っときがありますが、まあ、やはりジャガイモの葉っぱが一番好きなようですね でさらにジャガイモの葉っぱの上で交尾をし卵を産んでその幼虫もジャガイモの葉っぱを好んで食べるということで親子2代でジャガイモを食べ尽くしてしまう大変恐ろしいというかまあ彼らにとっては天国なんでしょうがそういった害虫の一つです。 じゃがいもをそういった二次用干しテントの被害から防ぐための農薬は数多く市販されています非常に効果が強いようですねテント虫をどんどん殺してしまう効果があるようですただあの農薬ですからきちんと使い方が定められていて収穫前の何日前までしか使えないとかもいろいろあるようですただまあ我々は このサンスラボの畑で目指していることというのはそういった成りわいを目的とした農業ではなくて体験を通して農業や食の重要性を理解するそういった体験教育の場として行っておりますのでそういった農薬や化学費をできるだけ使わない農業それに挑戦しているということになりますで今日紹介するこの無農薬農薬ですがこちらは 以前福島県の浪江町を舞台に行われていたダッシュ村というのがありますね。TOKIO というメンバーがいろいろな農業を中心としたさまざまな活動を全国に伝えていた素晴らしい番組ですがその中でもお好む農薬、胃農薬は紹介されていました。 この無農薬農薬の作り方についてはまた改めて詳しくお話しますが簡単に言うと焼酎とお酢を1対1の割合で混ぜてそこにニンニクや唐辛子をたくさんつけ込んでそれを原液としそれを水で希釈してこういったスプレーでジャガイモの葉っぱにかけるというようなものになります。 この地域ではこの無農薬農薬は南蛮と呼ばれているようですまあ、唐辛子を使っているからでしょうかねこの無農薬農薬は主に大根や白菜やブロッコリーなど油中の野菜を育てる際にモンシロチョウが寄ってこないようにするために広く使われているもののようです 実は昔からそうした現在市販されているような昆虫に対する殺虫剤が開発市販される以前から人々は昆虫がどうやって野菜に寄ってくるのかそういったものを観察からある程度その仕組みを理解していたようです例えば油中ラの野菜に寄ってくるモンシロチョウは 他の野菜にはいかないわけですねで今回紹介している二重屋干しテントも特にこのじゃがいもの葉っぱを好んでやってくるということになります。で彼らが何を指標にモンシロチなら油中の野菜二重屋干しテントであればじゃがいもに寄ってくるかというとこれはやはり視覚ではなく嗅覚匂いを感知してきているというふうに考えるべきでしょう。 先ほどお話ししたモンシロチョウに関しては非常に詳しく大学等で研究がなされていてアブラナの植物が共通して合成しているカラシウ配当体と呼ばれる臭い物質がそのモンシロチョウの親を誘引してそして卵を産ませるということが分かっているそうです。 また幼虫もこのカラシウ配タ体に非常に敏感にそれを感じ取って全く別の植物でもカラシウ配タ体を振りかけるとまブ、あ、ラの野菜と間違えてバリバリ食べてしまうというようなことが分かっていると伺っています。 じゃがいもについてですが、まあ、ナス科の植物にやってくるということで先ほどのモンシロチョウがいろいろな油中の野菜に寄ってくるのと非常に似てるんだと思いますねただじゃがいもとナスを並べて育てていてもじゃがいもの方に多く寄ってきますので同じ共通の臭い物質あのからしを排当体ではないと思いますよですが ナス科の植物独特の何か物質があるのでしょうでそれにまあ引き寄せられて親が寄ってくるということになるかと思いますでこの無農薬農薬は先ほどお話しましたようにアルコールと酢の混合液にニンニクと唐辛子を漬け込んでその抽出液を薄めてプレーするということですから あの非常ににんにくと唐辛子の香りがすごいですでこの無農薬農薬が野菜を害虫から守るあるいは防ぐその仕組みっていうのは先ほどお話しした匂いを感知して昆虫が寄ってくるそういった性質を利用したものだと言われていますつまりですねあのこれをたくさんここにこうやってスプレーするとうわっ <laughs> あの 何が起きるかというと、まあ、ここ、じゃがいもは本当は植わってるんですが、うん、ニンニクとお唐辛子の匂いでものすごく匂いが充満します。そうすると、あの、テントウムシは、あの、じゃがいもを探して飛んでくるわけですが、まあ、ここがニンニクがあると、ある唐辛子が植わっているというふうに、まあ、勘違いして寄ってこないということになるんだと思います。非常によく考えられていて、えニンニクも唐辛子も、 まあ人間にとっては無害ですし、また、まあ、蒸発していきますから、毎日収集しなきゃいけないっていう手間はありますが、まあ、人体にとっても何の影響もないし、安全であるという意味で、この無農薬農薬というのは随分昔から作られているようですが、人間がよくその昆虫を観察して開発してきたものだというふうに思われます。 では今から実際にじゃがいもを一つ一つ見て回って親がいるか卵がいるかそしてこのスプレーをしていく様子についてちょっと紹介したいと思います今日使う道具はこの2つですこちらは親を見つけた時に捕まえる入れ物です別にこのウェットティッシュじゃなくても何でもいいですペットボトルでも何でもいいんですが できるだけ広い口で持ち運べるものがいいと思います。こちらは先ほど言った農の農薬です。まずはじめに親がいるかどうかそれを確認していきます。二重干しテントというのは人の気配を察知して、まあ、人に限らないと思うんですが葉っぱからポトンと落ちて逃げるそういった性質があります。ですからこの蓋を開けてですね待機しておいて 葉っぱの裏を見ていくということになりますじゃあ実際やっていきます今見てるのはまず初めに下から覗き込んで親がいるかを確認していますそれから二重は星テントの卵は葉っぱの裏側に産み付けられますのでまずそれがあるかどうかを確認しています今回この株には 親はいませんでしたし卵も産みつけられていませんでしたですからこの後とに、まあ、このスプレーをしていきますこのスプレーは先ほどお話し,しましたようにアルコールとかお酢とかが含まれていますのであんまり強烈に葉っぱにかける人、まあ、幅も弱ってしまうことが確認されています一番重要なのはこの周りにたくさんかけて あのここがまるでニンニク畑であるかのようにテントウムシに思わせると信じ込ませるということが目的です。じゃ次も見ていきます。えっ、ー、と今いろいろ見ていますがニジヤホシテントウの卵は黄色い色をしてまして卵のが産み付けられていると簡単に見つけることができます。 でこのように、虹は星店長の親も卵も見つけられなかったとしても、ちゃんとこのスプレーは、まあ、噴霧して、えー、ここが、まあ、彼らにとってニンニク畑だよというふうに思わせることが大事です。今のところ、 えっとですね、3月28日にジャガイモを植えまして、このように育ってきてますが、今のところ2日に1匹ぐらいですかね、のぐらいの割合で親を見つけています。で、現在のところ卵が埋め付けられているのを発見したケースは2例だけです。あの、去年の状況と比較すると、本当と雲霊の差ですね。 あのこのぐらいの大きさになってた時にはもうかなり食害が進んでいた経験がありますのでそういう意味ではこの無農薬農薬というのは非常に有効に作用しているというふうに言えるかと思いますじゃあ続いてこちらの株も見ていきますあのまず卵が産みつけられたとしてもですね 卵というのは大体1週間から10日で飼えるそうです。ですから、あの産みつけられてから1週間以内に、まあ、10日以内に卵を発見することができれば、その卵が飼えるまでにあの潰して除去することができるということになりますから、少しの時間的猶予はあるかと思います。ただ、その間、 親がじゃがいもを食べてしまいますから、その辺のことを考えると、やっぱりあの、お、いました。えー、っとですね、今、あの、久しぶりに親を見つけることができました。で、この容器を使って、下に落ちますから、それを下でキャッチするということになります。 まず一番初めにジャガイモの下側からですね、こう斜めから見て、黒っぽい虹を保守点んと先に見つけるのが一番大事です。逃げられてしまうと、またそこから戻ってきてしまいますからね。じゃあ見てみます。どこにいるかというと、ありました。えっとですね、この葉っぱの裏にいます。ですからこの容器を近づけて、この葉っぱを 見えますかね見えますねいますよ。そしてここに、コトンと落とすということになります。えー、この部分が今、ジャガイモの葉っぱを、まあ、二重を欲してんとかかじった跡になります。かじられてますね。はい、えっ、ー、とですね。卵を見つけることができました。卵は、あここですね。 分かりますかねこのこれは卵ですね。でこれがあ幼虫になってしまうと食害がすごいす進むということになりますのでちょっとかわいそうですが卵はこうやって。はい、今日はあの18株のじゃがいもを全部見回ってみたところ親が2匹それから卵が1か所見つけることができました。 でこの数というのはあの何もしなかった場合に比べて圧倒的に少ないというのを感じています昨年の結果からも地上部がきちんと育っているものに関してはたくさんのじゃがいもが収穫できましたので今後もこういった活動を続けていってたくさんのじゃがいもが得られるよう頑張っていきたいと思っています はい、無農薬農薬の作り方について紹介します。えー、今日必要な材料はあこのようにニンニクです。ニンニクは2玉分ですね。それから唐辛子、あのたのつめと言われているものです。これがあの10本準備してください。あとはお酢です、ね。ありますね、お酢ね。それからあ焼酎です。で焼酎は あのまあ、製品によってアルコールの度数が少し変わってますが、まあ、できるだけえ濃度の高いものがいいようですでこれはですね、えー、と梅酢とかまあなんか果実酒を作るための35%のものですまあ,あのなければ20%程度でもお題ないと思いますあとはこういったあ原液を作るためのガラスの瓶と 量量を測るための軽量カップですで唐辛子に関しては、まあ、もちろんこういった高の,の爪でもいいんですがすでに粉末化されているこういったあ小高区で作られている小高いチーミというものでも構いませんではまあ原液を作っていきます、えー、とこのパスタソースの瓶ですかねでこれはだいたい 300ml 入りますので このお酢と焼酎を1対1に混ぜますので、まあ、150ml ですね。まずじゃあお酢を量ります。じゃあ続いて焼酎も量ります。どちらも 150ml 量ってます。まあ、ではここにニンニクを入れていきます。唐辛子も入れます。 でこれはお高いチミですがもうこういうものを使っても大丈夫です、まあ、このように漬け込んで1週間ぐらいしてから扱えるようになると考えてくださいでこのオフとアルコールを使った抽出方法というのは防水化学でも酢酸エタノール抽出あるいは酢酸メタノール抽出という形で 酢酸ととアルルコールを使使った抽出方法いいうのは広く使われています酢酸によって水に溶けやすい成分が周りに溶け出してきますしアルコールによって油に溶けやすい成分ですねそうしたものも抽出されるということでこの原液にニンニクと唐辛子に含まれているものが、まあ、余すところなく溶け出してくるというふうに考えていいかと思います。 まあこのようにして1週間ぐらい経ちますとこの液もだんだんいろんなものが溶け出して色が白っぽくなってくるかもしれませんそうしたらスプレーにまあ100倍ぐらいですかねいろいろ試してみたらいいと思いますが、まあ、水で希釈してスプレーするということになります今日はじゃがいもを二次予防士テントから守る無農薬農薬について紹介しました これからもいろんなことについて紹介していきたいと思います。ありがとうございました。